今回もスマブラスピリットモードをやっていきます。はい、まあ、カット。宝箱じゃん。バリア。あ、体力性嫌だ。相手の攻撃力か。痛い、こいつ。ねえ、待って、やばい、お父さんみたいなことしとる。ねえ、うん、いや、ねえ、うざい。つまり強いってことね。お父さんみたいなことするの。そうだ、意味ないんだ。痛い、やめて、やめて。ストツーの曲やん、これ。竜の、いや、竜じゃない、これバルログの曲か、今のどこ。あ、宝箱やん。バイオレックス、かっこいい恐竜やん。うん、強いよ。マリオカートのステージかと思った。全然違った。やばい、敵ではなかった端っこに寄ってくれたのも。ネス登場戦かな。あ、なんか下にさ、車があった。何それ。乗れるようになったよ。車が使えるのは、え、他のとこ行けるの。その下しか行けるの。うん、あ、そっからもう降りるのか。なんかね、誰かを持っちゃおけ。さっきのさ、相手ネスや。本当や。このね、なんどこおるやろ。さっき撮ったよね、あの亀みたいな。そうそう、ミュータント。あ、そうそうそう、それピコだ。ピコ、全員のスピードアップでさ、ブレーキに効かなくなる。待って、これ下打ったらやばいってなってる。スピード暴走。ゆっくり動けば。ほら、ブワー。嫌なステージやな。最悪な。上乗っちゃった方が有利とかある？下の地面に落ちたらすごいスピードで後ろに下がってしまって。ノー。が、バナナビーム。バナナビームで勝った。スフィアまで行けるね。見て、左から全部倒していこうや。いいよ。キャプテンファルコン。ファルコンパーン。なんか持っとる。それ、あの好きな武器や。おお、危な、動き出しちゃったよ。危なかった、マジ。マッハライダー。あー、このバイク懐かしいな。クーちゃんに負けてほしいんやろ。えへへ、うなずいた。早く負けんかなって思っちゃう。てん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 。マリオカートの曲よ。いや、マリオ、うん、マリオカートっていうか、お、ナイス。ねえ、待って待って、ね、今のもう一回やらせて。エキサイトバイクっていうファミコンがあったんよ。はい、貸して、次。今のもう一回やらせて。すごい好きだった。はい。ね、今のはさ、はい、お父さん。いきなりバイクで来るけどね。もう分かっちゃう。よけたって終わったんよ。
な。じゃあスピリットの戦いだな。やからさ、ステージを楽しもう。負けてもいいよ。負ける理由がないな、ここで。負けたら休憩できるよ。ほら、あれ天井みたいな感じ。ほらバカじかないの。星1やね。星1に負けることはないな。星1やね。こっち行くよ。どっちに行ってほしい。うわー、これ星3やん。剣やん、相手。お、ね、これノーマルに対してはノーマルで行くのがいいの。いや、別にそういうわけ。別に誰で行ってもいいよってこと。うん、じゃあこれで行くか。魔法攻撃強化なんや。別にいいやん。まあ、いっか。かかと落とし。ちょっと待って、なんで切り札持っちゃうん。でも全然プラスだ。ちょっと待って、やったれやったれやったれ。ケチョンケチョン飲む。なんか腕立てしてる人。よし、引っ張りさえ。ボンベとか。まずいまずい。お、空中戦やってくるやん。うわー、こっちか、食らっとるの。じゃ勝てる気がするな。お、かわしたやん。危なかったんだな。これ剣倒したらいいってわけじゃないだろ。いや、剣倒せばいいんやと思う。カレーやん。また暴走できるよ。意外と強いしね、このウィーフィットトレーナーが。まだ 7% やん。全然暗くないよ。お、あ、全員挟んでいけないやっぱ。OK。 うわ、圧勝やん。すごいな。はい、というわけで今回のスマブラはここまでです。次の動画もまた見てね。バイバーイ。バイバーイ。